天太平洋戦争日本本土の戦い日本本土空襲岡山大空襲空襲の爆撃点となった地点には現在 NTT クレド岡山ビルが建てられている。岡山空襲は第二次世界大戦中の1945年6月29日の午前2時43分から午前4時7分にかけてアメリカ軍により行われた岡山県の岡山市に対する空襲のことである。 計画段階では戦略爆撃だったが、ほとんど無差別爆撃として実行された。この空襲では、アメリカ軍の爆撃機、ボーイング B-29 およそ140機が用いられ、空襲警報が出されず全くの不意打ちであったため、死者が1737人にも及んだ。6月29日には、岡山県の岡山市の他宮崎県の延岡市、 福岡県の文字市が空襲を受け、夜には長崎県の佐世保市が空襲を受けた。第二次世界大戦中のアメリカ軍は1944年から市街地を対象として日本全土に大規模な空襲を行った。当時の岡山市は人口約16万人の中小都市であり、北港の津島地区には陸軍の兵舎、兵器省が存在していた。また、 山陽本線をはじめとした鉄道網が放射状に整備され物資輸送上の拠点ともなっていた。こうしたことから岡山市はアメリカ軍によって全国180の空襲対象の都市のうち31番目にリストアップされた。アメリカ軍の目標情報表には岡山市を空襲することの意義について次のように述べられている。アメリカ軍は 岡山市の重要性として、陸軍兵舎兵器省、岡山駅と操車場、市の南西、約2 5トルにあった三菱航空機工場など15箇所を挙げていた。しかしながら、アメリカ軍はこれらの軍事的な拠点よりもその下請けとなっている多数の小規模な工場と労働者、すなわち一般市民を攻撃対象とした。実際、 アメリカ軍は15の重要拠点のうち、焼夷団による攻撃対象地域に、岡山駅と創車場、タバコ工場と製粉所、岡山城とバラックの3カ所のみを設定し、攻撃の中心目標を島市の中心部、国道53号と県庁通りの交点に決定した。周辺には当時の岡山市役所などが存在しており、最も効果的な攻撃が可能な地点であった。 1945年6月に入ると戦局は一層激化し、3月の東京大空襲をはじめとした大都市への攻撃から中小都市への攻撃へと対象が広がることとなった。そして空襲7日前の6月22日には航空機の工場が存在していた水島地区がアメリカ軍による空襲を受けた。空爆を行った B-29 爆撃機。 6月28日夜、マリアナのテニアン島の基地から、アメリカ軍の B-29 爆撃機141機が、岡山へ向けて発進した。B-29 の一弾は、途中、3機がトラブルに見舞われ、テニアン島へ引き返したものの残りは、キー水道からアージ島の南の根島、小豆島南端、犬島の上空を通過し、旭川河口から岡山へと侵入した。 そして翌29日午前2時43分、138機の B-29 による岡山市への爆撃が開始された。B-29 が西に飛行しているという情報が岡山を監督する岡山監視隊本部に入ったのは空襲の3分前の午前2時40分であった。しかしながらその情報は間に合わず、空襲警報が発令されないまま空襲が始まり、 市内はほぼ壊滅状態となった。空襲には照明弾と焼夷弾が使用された。焼夷弾は爆風による破壊効果を持つ大型の油脂焼夷弾と殺傷能力を高めるために猛毒の王林が混入された小型の中束焼夷弾の2種類が約890トン投下され、市街地は一面下の海となり、逃げ場を失った1700人を超える岡山市民が犠牲となった。 なお、この岡山空襲で、世界的下界の三宅則も犠牲となっている。6月29日の空襲によって、多数の市民が犠牲となり、市街地の73%が焼け野原と賢く法に指定されていた、岡山城の天守閣や連マサジのガランをはじめとした、中世から近世にかけての文化財も失われた。一方で、 北高の千島にあった陸軍の拠点はほとんど無傷で、残り、水戸軍宿村の兵器省及び弾薬庫は無傷だった。この施設一帯には、岡山空襲よりも前、空爆予告のビラが巻かれ、周辺住民の一部には本気にして、家財道具を第8車に乗せて避難したものもあったが実際に、空爆はなかった。7月9日には、岡山県が、 教育非常措置を発表し学童の援護疎開、集団疎開を行う方針を固めた。一部の学校で集団疎開が開始されたものの、文部省によって岡山県の集団疎開が不許可となったため、同月末には集団疎開の方針を改め、分散教育を行うことに変更した。一方のアメリカ軍は7月上旬、岡山市を上空から偵察し、 岡山市の破壊面積率を63%とする報告を行った。これは当初アメリカ軍が1回の空襲によって破壊を計画していた面積の119%に当たるものだった。6月29日以降、アメリカ軍によって大規模な空襲は行われなかったものの、7月24日には四国沖に侵入した空母。 シャングリラの空母関西機12機による機関重装車によって岡山市をはじめとした県南部の操車場や運行中の列車が攻撃を受け乗り合わせた市民ら44人が犠牲になったこの空母からの関西機による空襲は長らく目的が不明とされていたが鳥取県の境港市に所在した日本軍の航空基地攻撃のために出撃し 期間途中に攻撃したものであることが明らかになった。その後、8月6日には、広島県の広島市に、9日には、長崎県の長崎市に、原子爆弾が投下され15日に廃戦を迎えた。1930年頃の岡山市の地図、岡山空襲で消失した、主な地域を、現在の町名、当時所在し被害を受けた、建造物、その場所に現在所在している。 建造物について記す。岡山市への攻撃のために、テニアン島から出撃し、岡山市付近に到達した139機の B-29 のうち1機が何らかのトラブルを起こし、小島半島の小島軍艦の裏村宮浦の山中に墜落し、登場していたアメリカ軍兵士11人が死亡した。墜落現場には現在でも、兵士を弔うための十字架の墓標が建てられている。 岡山空襲の体験語った高畑勲監督、ホタルの墓に鮮烈な記憶反映。ありがとうございます。